さあ本日もやってまいりましょう。ランコ様に導かれてウィキペディア実況ですね。やっていきましょう。ということで本日はコナミグループ来ましたね。でかいところ拾ってきたな、ランコ様。だんだんでかいとこ来たね。オッケー、じゃあコナミグループ行ってみましょう。コナミですね。まあ大半の方は知っていらっしゃるでしょう。ゲーム会社さんですね。ゲームソフトやアミューズメント機器、これはゲーセンの機器ってことかな。製造販売とスポーツクラブの運営、そんなのもやってんの、コナミさん。なんかセガさんがゲームセンターやってるっていうのを撤退するみたいの前ニュースで見たことがありますけど、コナミさんはスポーツクラブもやってるんですね。ロンドン市場、はい、オッケーオッケー。ロンドン取引市場に上場してんの？ロンドンにもなんか上場してんの？はあ、すごいね。1969年この時代だよね。なんかゲーム会社さんってレッドもそうだけど、1960年後半から1970年ぐらいのところが多いというか、フル株って言われるところが多いっていうのは、この時代からゲーム事業が日本で立ち上がってきたっていうことでいいのかな。そういう認識でいいのかね。1973年3月に法人化ということですね。ジュークボックス、ジュークボックスなんだっけ、名前だけ聞いたことある。自動販売機、自動サービス機の一種で、本来店舗に置き内部に多数の数字も2000枚ジュークボックス、レコードか。あー、あんまちょっと知らないですね、レコード。うん、レンタルと修理業を経てアーケードゲーム事業に参入。うん、アーケードゲームね。アーケードゲーム以外に MSX ってどこが出したゲーム？パソコンか。あ、パソコンの意味なの？ファミリーコンピューター、プレイステーションなど、まあ、テレビゲームも出してるということですね。アーケードゲームから家庭用ゲーム機に参入した、老舗ゲームのメーカーの中でも、現在も独立を保っている数少ない存在であるということですね。そうだよね。ゲームって当たるか外れるかの博打ってよく言われますからね、ゲーム開発って。それがどんどん開発コストも上がっちゃったりしてるから、余計に博打要素が強くなってるもんね、だんだん年々と。まあ、その中でもっていうのでね。カジノ事業、カジノ事業、はあ、そんなのもやってんの。コナミゲーミングインク、ゲーム機器の開発製造、その他グループにかつて存在したかの企業の参照。カジノ事業、これ国内の話、これパチンコとかのこと言ってんのかな、カジノっていう表現。そういうことかな。あー、なんか結構なんだろう、潰しにかかって結構潰しにかかってますね。2010年冬のコミックマーケットで同人サークル、なんて読むんだろうこれ、なんたらシステム、ディバースシステムが発行する予定だった CD ディアミスなんちゃらの D16 に対して著作権侵害で差し止めに行った。うん、激減していると。なんか、あったんでしょうね。ちょっと、何が侵害しているっていう理由だったのかがよくわからないけど、これだけだと。二次創作だったってことなのかな？そういうことかな？じゃないと、ね、侵害も何もないわな。オリジナルだったら。そっか。結構戦ってますね。あ、コナミってときめきメモリアルなんだね。改変セーブデータ、して著作物の、ああ、そういうことね。改造データの販売か。なんかさ、でもさ、これってさ、今も問題じゃない？なんか、メルカリとかさ、ヤフオクとかさ、そういうところでさ、なんかさ、改造データ入りのポケモン売ってるみたいな、なんか、そういうの、なんか、やつ見かけるけど、説明文とかに書いてあるようなの。実質これと同じことやってるよね。やってるよね、なんか。コナミ側勝ってるしな、この事件では。犯罪っていうか、改造データを売るのは犯罪だよね。自分たちがこのポケモンとかだってなんかこう映画配布とかもらったっていうんだったらいいのかもしれないけど、なんかそこら辺って企業がこれ多分企業がやってたんだよね、スペックコンピューターがやってたからだと思うけど、企業がやってなくても個人がなんか改造データを入れたポケモンをその優位点にして売るっていうのは普通犯罪だよね、あれってあれいけない行為だと思うんだけど、横行してるよね。なんか闇の部分がすごい、ね、
ああ、一番最近だとこれなんだ。2023年3月31日。ウマ娘か。うん。なんかウマ娘、すごい盛り上がってた時期がありましたもんね。サイゲームスさんのウマ娘って。なんか、こう、名前だけやったことはないんですけど、聞いてるし、今でも動画とかっていっぱいあるよね。何を侵害した扱いだったんだろうかな。40億円差し止め要求。まだこれは続いてんのか。最近だもんね。今年だもんね。なんなら。そっか。40億円か。なるほどね。まあ、企業さんなんでね。そうだね。企業は企業で組織を守らなきゃいけないのもあるから、難しいとこですね。こういうのは。なんか結構こう、スポンサーになってるのってスポーツ系がすごく多いですね。すごいなんか、スポーツ系、野球が多いイメージか？すごい野球が多いイメージですね。まあ野球は、まあスポンサーとしてはメジャーなのかな。ソフトバンクとかいろいろあるしね。そっか。まあメジャースポーツだからか。なんか結構ありますね。コナミ杯とかもあるんだ、将棋だと。そっか、コナミのイメージは、そっか。コナミってコンマイゴ？コンマイゴって言われるやつ。遊戯王か。そっか。コナミのイメージ。なんかこう、いまいちね、モンハンとね、カプコンとコナミって俺の中で混ざるんだよね。なぜか。どっちも C から始まるからか。コナミとカプコンって混ざるせいでどっちがどっちだっけって思っちゃうんだよな。どっちかがモンハンでどっちかが遊戯王だったよなっていう。もしくは、どっちかが遊戯王とモンハン持ってたよなっていう。そういうイメージがあるからな。そういうことか。なるほどね。遊戯王ね。遊戯王シリーズって、アニメ終わったんですかね？なんか、新しいの出てないよね。あの、メインストーリーっていうか、この系列に、なんか、流れに乗ってるやつって。終わっちゃったのかな？なんかちょっと惜しいな。遊戯王。遊戯王好きだからな。惜しいな。そっか。すごいね、なんか、名前が聞いたことあるアニメが結構いっぱい並んでるけど、そういう感じなんだね。提供番組って書いてあるもんな。え、現在これだけ？あ、まあ、これ過去全部合わせてか。現在の遊戯王こっちか。そう、遊戯王ね、なんかこういうのになってるけど、この系列じゃないよね、なんか。子供向き感がすごいだいぶ強くなった感があるけどね。ラッシュデュエルっていうの。なんかでも知ってる名前がいっぱい並んでますね。ハンターハンターとかもあるしな。そうね。こんなにあれか。すごいね。アニメへの提供というか協力というか、すごいね、この量は。影響力強いですね、アニメに対しては。なるほどね。まあ、アニメ見る層って、ゲーム買う層に近いからね、層としては。まあ、そういう意味では正しいんだろうな、そういうのが。なるほどね。すごいね。ちびまる子ちゃんとかもか。すごいな。へぇー。ああ、案外短くまとまったな。まあ、作品とかは一覧のページなんで拾わなかったからでしょうね。で、だいぶ割愛したしな。思ったより長いと思ったけど、なんかグループ全体の話だったから、コナミグループで出てきちゃったんで。なんか思ったより短かったな。長いように見えてそうでもなかったわ。まあでもいいでしょう。俺の気持ち的には結構動画は15分以内にまとめたいけど、なんかこれもう5分ぐらいになりそうだけどな。この勢いだとカット入れると。そっか。なるほどね。はい。では、ランコ様。今回結構アニメいけるぞ。ランコ様。アニメいけそうな感じがあるけどな。拾えるところで言うと。どうかな、ランコ様。ここら辺。野球も来るね。野球俺全然わかんないからな。で、ランコ様を紹介しましょうか。いでよ。ランコ様。はい。では、導いてください。ランコ様。私を導きたまえ、ランコ様。さあ何が来るか。おー、なんかやっぱアニメ来そうだね。オハスタとか言うよな。さあ何が来る？またよくわかんない名前が来ると混乱するけどな。さあ何が来る？コロッケ！コロッケか！コロッケってコロッケだよね。コロッケか！コロッケか！またすごいの来たな。どうしようかな。コロッケか。オッケーです。じゃあ次回。コロッケですね。ランコさんありがとう。じゃあランコさん覚えてね。記憶してね。はい。はい、では次回はコロッケです。はい。知ってる方も知らない方も次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうね。